はい、じゃあ残り時間で少しお話しですね、させていただこうと思うんですけれども、今日のテーマとしては、冷え解消の切り札、湯たんぽ健康法ですね、ということでお話ししていこうと思います。で、湯たんぽは皆さん使ってますかね？使ってない。使ってるっていう人います？あ、おられない。なるほど。冷え性にか、まあ、今回はね、冷えというのが一つテーマになるんですけど、特に冬場はですね、やっぱり冷え対策っていうのが非常にね、重要だし、まあ、大事になってきます。で、この冷え対策をしっかりとしていけば、逆にすごくね、体が楽な状態で乗り切っていただけますので、今日はそのポイント、いかにして冷えを乗り切っていくかっていうポイントをですね、いくつかお伝えしようと思いますので、これをしっかりやっていただければ、本当にね、体が今まで以上にいい状態で冬を乗り切っていただけるんじゃないかなと思います。で、まあ、冷えということでね、いろいろ今までもお伝えしてきたと思うんですけど、まず冷えっていうのは、自覚症状がない方が多いっていうことですね。自分は冷えではないというふうに思ってても、案外ですね、冷えてる方が多いです。で、特に女性っていうのは冷えやすいっていうのがあるんですね。で、男性よりもやっぱり女性の方が冷え性で悩んでるっていう人多いですよね。で、それはなぜかっていうと、これはもう体の構造上ある程度やむを得ないんですね。で、なぜかっていうと、筋肉量ですね。一つはもう筋肉量が男性よりも少ないというのがあります。で、冷えっていうのは結局熱をしっかり生み出せないっていうことですから、逆に言えば熱をしっかり生み出す状態にあれば、冷えっていうのはあんまり起こらないんですね。で、女性は今言ったように筋肉量が通常よりも少ない、男性よりも少ないということですから、その分熱を生み出せない。で、筋肉が一番熱のね、熱の発生源のもとはどこかっていうと、一番はもう筋肉なんですね。この筋肉で熱を生み出しているわけです。で、まあ、その熱を生み出すもとは筋肉だから、結局は僕らっていうのは筋肉をですね、鍛えるというかね、筋肉を動かさないことには熱を生み出せないんですね。だから、一つの対策としては、これもやっぱり体を動かすっていうことなんですよ。まあ、運動ですよね。で、運動って激しい運動をする必要もちろんなくて、体をこまめに動かすとか、できるだけ、頻繁に動かす。冬場寒いからといって、こたつに入って、ポリポリお菓子食べながらテレビ見てって、そればっかりではやっぱりどんどん冷えていくんですね。ですから、まめに動かすっていうこと、ちょっと後でね、いくつかエクササイズあるので、それやってみようと思うんですけど、そういった体を動かすということですね。で、だから中からそうやって筋肉を使って熱を生み出すっていうのが、これ一つですね、対策としては。そしてもう一つは、中からではもう間に合わないっていうのがあるので、外からですね、内と外から両方ともケアしていきましょうということです。内からは筋肉を使う、そして外からは、いろんなもので補うと。で、その切り札というのが、今回ご紹介する腹巻きと、それから、湯たんぽですね。これはもう本当に女性にとっては必須じゃないかなと。僕も改めてちょっといろいろ勉強してみたんですけども、この湯たんぽと腹巻きっていうのは、どんな最新のね、遠赤の機械とか暖房器具よりも優れてます、こっちの方が。だから昔の人っていうのはやっぱりすごいなというのを改めて感じるんですけれども、で、その、腹巻きと湯たんぽ、じゃあ腹巻きしてるっていう人いますか？腹巻きね、いいことですよね。はい。で、昨日も妖怪市のお客さん聞いてたら、腹巻きは太って見えるから嫌だって言われてね、ボコってお腹が出るからとかいうことだったんですけど、でもそれにも増してやっぱ腹巻きしといた方がいいです。で、できたらこれは年中した方がいいと思います。で、自分の体温チェックっていうことでちょっとしていただきたいのはですね、これ、まあ、今する必要なくて家に帰ってね、していただきたいんですけど、脇の下ってありますよね。ここで体温大体測るんですね。だから、その素手でね、脇の下を触って、その体温を感じた状態で、あ、こんぐらいだなというのを感じて、まずね、お腹を触ってほしいんですね、お腹。そして、ここよりもお腹の方が体温が低ければ、これはちょっと冷えてるという目安ですね。で、僕もその整体するんで、お腹こう触ったりよくするんですけど、非常に冷たい方とか、硬い方って多いんですね。で、お腹の状態でその人の健康状態って大体わかるんですね。
非常に女性で調子悪いって言ってる方はやはりお腹がもう本当硬いんですよ。触るとそうですね、固まってる状態で、硬いとどうなるかっていうと、その中の臓器が動かないですね。当然働かないですよね、うん、そういうのがあるので、やはりですね、いろんな問題があるということです。硬さと、温度がどうかっていうのと硬さがどうか、そしてもう一つはお腹のおへそで、上と下でやっぱ分かれるんですね。で、下だけが異常に低い人もいるんですよ。そういう人はここの子宮頸とかね、ちょっと気をつけないといけないし、お腹より上の部分だったら胃腸とかですよね。そういった部分を気をつけましょうということです。で、そうですね、どこからお話ししていこうかというと、その、内と外からのケアっていうことで、今日はその筋肉運動も少し入れますけど、どっちかというと外からしっかりケアするっていうことですね。で、これ非常に大事で、自分の熱量でやっぱ限界があるので、外から補うことで、そして中からもスムーズに熱が出るようにしていくっていうやり方、これ非常に大事だと思います。で、その中で今回ちょっと参考にしたのが、一つこちらの、石原、これは優美先生の娘さんが書いた石原ニーナさんっていうね、非常にまあ綺麗な女性の方いるんですけど、この方がですね、こういう本書いてます。たった一枚の腹巻きが病気をなくすということで、腹巻きすごいんだなということをちょっと改めて感じたんですね。で、この石原ニーナさんっていう方は今2人のお子さんがいるお母さんなんですけども、まあ、それまではですね、もう本当に普通の生活してて、まあ父親がこの有名な、ね、石原由美さんなんですけど、もう結構ズボラな生活してて、でかなり体が冷えて、便秘になったりとかですね、いろんな生理痛とかなってボロボロになったんですけど、きっちりとそのお腹を温めたりそういうことをしていくと非常に状態が良くなったということで、まあ、この石原新奈さんという方もお医者さんなんですね。で、お父さんと一緒にいろいろされているということなんですけど、腹巻き非常にいいですよね。そしてもう一つが、こちら、湯たんぽを使うと、美人になるね。いいですよね、美人になったら湯たんぽ使うだけで。で、なぜかっていうと、これはお肌がね、綺麗になるんですよ、湯たんぽ使えば使うほど。ということで、じゃあ湯たんぽを使うんだけども、その使い方ってやっぱあるんですね。ポイントがあるんですよ。どこを温めたらいいかっていう、それをちょっと知っておいていただくと、今後ね、使っていく上で非常に役に立つんじゃないかなと思いますんで、それも後でね、ちょっとお話ししていきます。で、その冷えっていうことを考えた時に、まずちょっとね、前提として、僕たちはその何が大事かっていうと、冷えのバランスっていうか体温を作ってくれてるのは、どこかっていうことを考えないといけないんですね。体温調整ってどこでしてくれてますかね。腸。そうですね、腸ではないですよね。体温調整、そうです、自律神経ですね。自律神経のバランスで体温の調節をしてくれてるんですね。じゃあ自律神経はどこでコントロールされてますかね。はい、脳幹ですよね。脳ですね。この前のだから話聞いていただいている方は、つながっていくんですけど、そうですね、脳幹っていう部分、脳の中心部分あるんですよ。で、そこからズボーッと背骨通じて、自律神経も一緒に通ってます、うん、だから脳があって、こういうふうに背骨があった、こういう状態ですよね。ここの部分、脳幹っていうのがあるんですけど、別名肝脳とかね、いろいろ言います。肝脳とか視床とか視床下部とか言いますけど、ここの中心部分ですね。ここで僕たちは体温を自動的にですね、調整してくれてるんですね。ですからここが、ここを整えましょうっていうのがこの前の話でしょうね。脳幹部分をしっかり整えていけば、自律神経が整ってきますので、それによって体温が、安定してくる。で、自律神経は交感神経と副交感神経っていうのがありましたよね。で、これによってバランスをとってるわけなんですね。で、交感神経は緊張状態とか昼間の状態、昼間我々がこう動くために交感神経っていうのをね、しっかり働かせることで、しっかり動けるわけですよね。そして帰ってきてゆっくりして休むときに、副交感神経がだんだん働き出してきて、こっちがリラックスっていうことで、この緊張とリラックスを交互にね、
バランスよく取りながら僕たちは生きているということになるんですね。で、どっちがいいどっちが悪いじゃないんですよ。交感神経が悪いとかね、副交感神経がいいじゃなくて、これは、バランスなんですね。ちょうどこう天秤みたいになりますよね。交感神経があって、副交感神経があって、どっちに傾きすぎても良くないと、それのバランスを取る。で、このバランスを取ってくれるのが、脳幹なんですね。肝脳なんですね。ですから、これをまず理解していただいて、その上でじゃあ冷えに対してはどうすればいいかっていうと、基本的に冷えの方っていうのは、バランスが崩れてる。じゃあどっちにバランスが崩れてるかっていうと、こっち側にバランスが崩れてる場合が多いんですね。交感神経が優位になっている場合が多いんですね。で、なぜかっていうと、交感神経が優位になるとまず血管はどうなるかっていうと、血管はギュッて締まるんですね。縮むんですよ。で、縮むことによって僕たちは戦闘体制を整えるんですね。体はグッと動かさないといけないから縮むんですね。でもそれがずっと続くとどうなります？ストレスとかで。そうすると、縮むっていうことは血流が悪くなるから、結局全身に血液が巡らなくなったりしますよね。で、それによって冷えが起こってくる。だから、特に冷えの人はこちらをですね、ちょっと意識して副交感神経を優位に持っていくような生活パターンを作るといいんですね。で、これは体のね、肉体的な、その交感神経緊張状態だけじゃなくて、精神的にもこちらが続くと非常に良くないです。精神的に考えすぎとかね、思考って実はね、すごいエネルギー使うんですよ。頭でいろいろ考える。だから思考しすぎると、必ずこっちに寄っちゃいます。で、血流が悪くなってくる。だから自分なりにこちらのリラックスする方を持っていったらいいんですね。で、そのためには一番手っ取り早いのが食べることなんですよ。だからこれで女性はよく無茶食いして、太ったりね、体壊したりするんですけど、それは良くないんですね。で、それ対処法を知っといたらいいんですよ。だいたいね、ストレス溜まってくると、甘いものが欲しくなったりするんですね。食べたくなったりする、でもそれは良くない解決法なんですね。じゃあどうすればいいかっていうと、その解決をいくつかちょっとね、この方がおっしゃってたんで、ストレスかかってる時の対処法としては、6つぐらいちょっと言いますね。まず1つ目は好きなことをする。もう自分の好きなことに、集中する。趣味とか読書とかね、映画鑑賞、アロマを焚くとか、自分が、心地いいなっていうことを意識的にするっていうことでしょうね。これだけで副交感神経に神経を優位に持っていきます。で、2番目にゆっくりとお風呂に入る。できるだけ、ゆったりとした気分でお風呂に入る。これだけでもふわっとね、こう精神が緩みます。で、3番目、ゆったりとした運動をする。で、4番目に、歌を歌う。よくカラオケ行ったらすっきりしたとかね、あると思うんですけど、声を出したり歌を歌う。で、5番目は、寝る。横になって目をつぶるだけでも、非常にリラックスした状態になりますので、そういう時はもう休む。しんどいというか、こっちが緊張状態続いた時は休む。そして6番目に、腹式呼吸ですね。これ本当に1分2分呼吸を意識的にゆっくりするだけで、非常にですね、自律神経はこっち側に優位にできるんですね。そういうことをね、ちょっとしてみて、やってみてください。あとは爪もみ、これもね、何回も言ってるかもしれないですけど、爪もみをすると基本的にはリラックスした状態になりますので、5本指全部でいいので、10秒20秒ずつぐらいこうやって揉んでいくと、それだけでも、交感神経と副交感神経のバランスをですね、非常に取ってくれます。そういう意味で血流をできるだけね、スムーズにしていく。で、血流が悪くなってくると、特に肩とか肘とか首が凝ってくるっていうのがあるので、それをちょっと解消するエクササイズとして一つ挙げておくと、これはですね、この湯たんぽを使うとビーチになるっていうね、この本に載ってたんですけど、これご存知ですかね。結構面白いなと思ったんですけど、肘丸水泳体操って知ってます？なんかね、雑誌に取り上げられたみたいで、なんか安心とかいう雑誌かなんかに、肘丸水泳体操って言って、これはですね、肘を丸める体操
で、水泳っていうと水泳なんですね。だから、初めに例えば、背泳ぎをする、こうやって意識して回して、そして、バタフライするそして、クロールをする、で平泳ぎをするとかね、こういうふうにするとか、とにかくこう肘をこう肩につけて丸く状態でこういうふうに、いろいろ動かす、で個人メドレーしたらいいんですね。そうすると、肩がほぐれて、特に肩甲骨を意識して動かすと、全体がここは上半身がほぐれますので、血流それだけで結構ほかほかしてきたりするんで、そういうのを本当にちょっと入れていくだけでも、全然違いますので、で知っといたらいいんですね、そういう体操を。だからそういうのをちょっとしてみてはいいんじゃないでしょうかっていうことですね。であと大事なのが、ちょっと後の話につながるんですけど、さっき脳幹があってズボッとここ神経が通ってるって言いましたよね。その時に、ここからここの範囲が自律神経なんですね。自律神経の支配なんですよ。あ、ごめんなさい、交感神経の支配なんですね。自律神経の中の交感神経の支配がだいたいこの部分、そして、副交感神経のスイッチがこの首のところとここの、仙骨、ここが副交感神経のスイッチになるんですね。ですからさっき言ったこの副交感神経を意識して冷えを解消していくっていうことで言うと、やっぱ首周りとかポイントなんですね。首周りとこの仙骨、お尻の部分ですね、ここの部分が非常にポイント。ここが副交感神経のスイッチになるので、ここにスイッチ、ここを例えば温めることでスイッチを、はい、入れるんですね。そうすると副交感神経が働き出して非常にリラックスした気分になれるということですから、ここをねちょっと意識してみてください。そしてあと大事なのが、腹巻きで分かるようにお腹周りなんですね。でお腹周りっていうのはものすごく大事な部分で、もうここにですね全てが集中してるって言ってもいいぐらいですね。お腹ってこう書きますけど、お腹、これはやっぱお腹なんですね。お腹ですよね。だから中心なんですよ。違う、これ漢字を間違ってはいけないですね。ごめんなさい、お腹じゃないですよね。お腹ってこう書きますね。それがお腹なんですね。やっぱりその中心だっていうことが分かるわけですよね。そしてこのお腹の中には、もうありとあらゆる臓器、胃ですよね。胃があって、腸があって、小腸があって、大腸があって、肝臓があってですね、膵臓があって、脾臓があってっていうように、全ての臓器がここら辺に集中してるわけですよね。ですからここが冷えるということは、ここの臓器の働きが悪くなるっていうことになりますので、ここを温めるってすごい大事なんですね。で僕たちね、寝るときにどういう構造、どういう仕組みがあるかっていうと、寝るときにね、まずお腹がですね、温まってくるんですね。お腹が温まってきて、その熱を 手とか足先に送るんですね。そして次に手足が温かくなってくる。そしてお腹が冷えてきて寝れるんですよ。それの仕組みなんですね。赤ちゃんとか子供触ってると手が熱くなってくるときありますよね。温かい、その時はだからお腹から血液がこっちに熱が流れている時なんですね。そしてその後お腹の体温が下がってきて、そして寝れるっていうのが一番いい睡眠なんですけど、お腹がだから温まってないとね、手先にも行きようがないんですよ、熱が。だから寝る前とかは特にお腹をちょっと温めることをするとね、スムーズに寝れたりするんですね。だからそういう意味では腹巻きとか湯たんぽっていうのはすごく大事な一つのツールっていうかね、大事なものになってきます。でお腹、その今言った臓器の塊が、ここにあるということと、もっと大事なのが腸なんですね。特に小腸で、ここは、リンパ管っていうのが密集してる場所なんですね。リンパ管とか神経の密集場所なんですね。ですからリンパ管の7割ぐらいがね、腸に集中してるって言われてますので、このリンパ管がきちんと働けば、これは免疫を高めるのにすごくいいんですね。だからお腹を温めるだけで実は免疫を上げることができるんですね。よく平熱の話でね、体温が1度下がると免疫が3割落ちるって言いますよね。そうです、そうです、落ちる。で逆に体温を1度上げると免疫っていうのは5倍6倍
500% とか 600% に上がるんですね。だからその一度の差っていうのはすごく大事で、その要になってくるのがお腹をね、いかに温めるかなんですよ。でここを温めたら臓器の働きが良くなって、そしてリンパ管が働き出して免疫が整ってくる。そして神経が密集してますから、この神経が非常にですね、ふわっとした感じで流れが良くなるので、この自律神経でいうと副交感神経が優位になってくるんですね。でもっと大事なのが小腸と、その腸とですね、脳はつながってるっていうことなんですよ。つながってるというか連携してるんですね。で小腸が良くなれば脳も良くなるんですね。うん、腸脳相関って言ってですね、腸と脳は相関関係があるっていうのが分かってきてるんですね。腸脳相関ですから、腸を元気にすると腸をしっかりとね、温めてやる。ここを温めるっていうのが大事なんですけど、腸を温めてやると脳が非常に前向きになるんですね。実は温めるだけで前向きになるんですよ。だから逆に言うと、うつとか精神疾患で悩んでいる方はお腹が冷えてるとか硬い方が非常に多いんですね。だから逆をしてやればいいんですね。お腹を温めれば脳もリラックスしたり、脳がいい状態になっていく、前向きになっていくんですね。なんかちょっとやる気が出ないなとかいう時はね、試しにお腹を徹底的に温めてみてください。そしたら、あ、なんかね、こうやる気が出てきたっていうふうになりますので、これ本当です。ぜひね、そういう精神的にも関わってるっていうことです。で、大体人間の血液っていうのは、45秒で一周しちゃうんですね。45秒で人間の血液一周するんですよ。で、そのポイントがやっぱお腹なんですね。お腹を温めといたら、ここの血液が温まって、それが全身に巡っていくわけですから、非常にいい血液が流れていく。だから全身がポカポカしてくるということで、お腹を温めるだけでも非常に体験が出てます。これ腹巻きでね、温めた方の体験、例えばですね、腹巻きをするだけで便秘が良くなったりね、まあ、これ当然なんですけど、便秘が治ったとか膀胱炎にならなくなった、おしっこの出が良くなったとか、生理痛、生理不順、特に女性は子宮系とかね、ありますので、ここの状態良くなる。それ下痢にならなくなったとか、体が温まって調子が良い、夜ぐっすり眠れるようになった、という方が非常に多いということなんですね。で、この石原さんがおっしゃるには、もう夏も冬も関係ないと。で、夏場こそ実は冷えなんですよ。夏場こそ冷房とかで、もう本当に冷えの環境って実は至る所にあるので、夏場をしっかりガードしておく必要があって、冬場で大事なんですけど、だからそう考えたら、もう年中腹巻きはしておいた方がいいということです。別に太く見られようがね、関係ないんですね。まあ、ただそのなるべく薄手のね、出るときは薄手の腹巻きとかをしていくといいと思います。なるべく目立たないようなね。で、この石原さんがおっしゃるのは、もう一つポイントとしては、腹巻きだけじゃなくて、さらにもう一個加えると、あるものを加えると非常によくって、これやってる方多いかもしれないですけど、腹巻きプラスカイロですね。これいいですね。腹巻きにしてしますよね。で、その上からカイロをペタッと貼るんですね。うん、で、便秘の方はこのお腹のあたりにポンと貼ったらいいですし、いろいろその自分の症状によって変えていくといいですね。例えばですね、生理痛の方とかはですね、下腹部に貼る、カイロを下腹部に貼る、うん、で、便秘の方はお腹周りでですね、そして、腰とか痛みがある方は後ろですよね、後ろの部分、腎臓の、おしっこの出が悪いという方は、この腎臓は背中のここら辺になりますので、ここら辺にペタッと貼るとかね、そういうちょっとプラスアルファの工夫をしてやるとさらにいいです。特に便秘なんかは腹巻きプラスカイロでかなり効果が出てるっていうことなので、非常にね、やってみていただくといいと思います。で、そういうようにしてお腹を温めることで全身のね、血液の巡りを良くしていくっていう考えでいいと思います。それをですね、血液の力をつけるっていうね、腹巻きすると血液の力がつくんですね。で、血液力は何かっていうと、これが免疫力になるんですよ。血液力が高まると免疫力が高まる。で、なぜかって、もうこれは
当たり前でですね、血液の中には何があるかっていうと、大事な白血球がありますよね。で、この白血球が免疫部隊なんですね。この白血球が免疫部隊で、だいたい1ミリリットルの中に、白血球ね、4000から9000個ぐらいあるんですよ。たった1ミリですよ。たった1ミリの血液の中に白血球が4000匹からね、9000匹働いてくれてるんですね。だから人間1人の血液が5リットルとすると、もう白血球の数は膨大なんです。2000万個から4500万個ぐらいの白血球さんが我々の体の中で働いてくれてるっていうことですよね。で、もうこれは原則、健康になる原則なんですけど、血液の巡りがいいか悪いかなんですよ。で、血液の巡りが悪いところに必ず病状はできるんですね。そこが冷えてきてる、その部分的に冷えてきたとこが病状が出るとこ、だからそこにがんができるっていうことですね。極端な話言うと最終的にはがんができるっていうことです。それは血液が巡ってないとこ、血液が巡ってないとこはこの白血球さんが少ないですよね、当然。ですから活躍できないんですね、そういう場所で。だからできるだけ全身に血液を巡らしてやるっていうか、しっかり巡らすっていうのが大事になってきます。で、そういうことを見ていくと、やはり自分の内からの力だけでは限界がどうしてもあるんですね。特に冬場、ただでさえ外が寒くなりますから、当然血管っていうのは、ギュッと縮まる傾向にあるんですね。だからそれのままずっとね、行くとやっぱ冷えっていうのは当然起こってくるわけです。だからそれを外からの熱の力を借りて、そして内からの力を高めるっていう考えでいいと思うんですね。で、そう考えたら、さっき言ったように今日中心的にちょっとご紹介したいのは、その冷えということで考えると、一つが今言った腹巻きですね。これもう一度ちょっと見直していただきたいんですね。それから湯たんぽ、これね、湯たんぽも、使い出すとですね、いいですね、非常に。僕も今まで、そんな使ってなかったんですけど、やっぱ使い出すと非常にやっぱこのあったかいっていう、あったかいっていうだけで心がこうね、ほぐれるっていうの分かると思うんですね。ギュッとこうあったかいのしてると。で、湯たんぽっていうのは昔の人がして、これなかなかやっぱり例えばお湯をね、沸かして入れないといけないとか、ちょっとだったら冷めてくるからまた変えないといけないっていう面倒くささはあるんですけど、でもそれ以上に効果はあります。で、湯たんぽの代わりとして出てきたのが電気毛布とかですよね。電気毛布、まあ、文明の利器というかですね、それはそれでいいんですけれども、ただ電気毛布は、お肌が乾燥しやすいというのがまず第一点と、もう一つは、電磁波の問題ですよね。そうですね、体の中の水分を奪うということと電磁波ですね。で、電磁波についても何度かねお話しさせてもらってると思うんですけど、これも最近出た本で、こういうショック、やっぱり危ない電磁波というね、本が出てて、これかなりやばいですね、見てると。まあ、ここに書いてるんですけど、携帯ありますよね、あれで脳腫瘍が 3.9 倍っていうスウェーデンでも報告が出てます。だから、携帯を持つこと自体がもう本当に、これはかなり危ないものを持ってるっていう認識がないと、もう簡単に脳に当てたりね、してますけど、これ怖いことですよね。だからできるだけ電磁波から身を守るためには距離を離すということ、って考えたら電気毛布ってどうです？体に密着ですよね。これ非常に危険なんですね。もう特に妊婦さんは絶対したらダメというぐらい、危険なものです。だからそういう意味で電磁波っていうことを考えたら電気毛布は、使わない方がいいです。まあ、ただ電磁波の出ない電気毛布っていうのを、まあ、全健さんとかね、メーカーさん出しているところもあるので、使うんだったらそういうものを使う方がいいですね。で、そういう意味で、湯たんぽっていうのはですね、電気毛布じゃなくてやっぱりもう一度こういういいものを見直していただきたいんですね。
そしてじゃあ湯たんぽを使うときに、ちょっとポイントをねお伝えします。非常に大事なポイントなので、ここの部分、ポイントはですね4つだけなんですね。この4つのポイントを覚えておいていただければ、そこを中心に温めるだけでいいです。そしたら全身が温まってきますので、4つのポイントを言いますね。でこれは、1つ目はですね、今までちょっと腹巻きの中でお話ししてきたのでもう分かると思うんですけど、やっぱり一番お腹なんですよ。お腹をまずしっかり温めていただくということ。そして2番目はですね、体の中でその熱を生み出すもとは筋肉って言いましたよね。じゃあ筋肉はどこに集中してるかっていうと、どこですかね。筋肉が熱を生み出すわけですから、筋肉を中心に温めればそれだけ早く温まるんですね。熱が出るんですね。じゃあ熱、あの筋肉が集まっているところっていうのは、じゃあ上半身下半身でいうとどちらですかね。うん、下半身ね。そうですね。うん、あのそうですね、先を言っていただきました。その先の先を言っていただいたんですけど、まあ、下半身に7割とか8割ぐらいの筋肉が集中してるんですね。ということはですよ、下半身を中心に温めればいいということですね。でその中でも下半身の中でも特に筋肉が集中している部分ということで見ていくと、で今言っていただいた、太ももですよね。太ももの、これは前面です。ここですね。太ももの前面、はい、この前面の部分に筋肉の4分の3が集まっているので、裏じゃなくて前面を温める。そして3番目にお尻ですね。お尻の筋肉って多いですよね。もうブワッとついてる人いますけど、あの必要以上についてる人もいますけどもですね、まあでもお尻の筋肉、これ非常に多いんですね。殿筋って言ってね、あのよく殿筋が硬い人多いんですよ、ほぐしてるとね。でこのお尻の、ここのくぼみってありますよね。くぼみ、ここをね、テニスボールであると、あのここを、仰向けに寝てテニスボールでこうグリグリしてやるんですね。そうするとここの固まった殿筋がほぐれていくので非常にいいんですけど、そういうのもしてやるといいですね。まあ、それをお尻を温める。でお尻を温めるっていうことは、さっきの仙骨って言いましたよね。仙骨があるんですよ、ここの部分にね。だから仙骨も同時に温めれますので、それによって副交感神経にスイッチが入るんですね。だから副交感神経優位に持っていけるっていうことで、ポイントは太ももの前面とお尻の部分、ここをですね中心に温めてください。そして4番目はこれはですね、二の腕って、ここね、だんだんここが振り袖状態になってくる人がいるんですけど、垂れてきますよね。でそこの部分、ここが冷えやすいということで、ここを温める。ですから湯たんぽであれば、湯たんぽであればですね、ここのお腹ね、お腹に当てて、まず温める。そして、座った時に太もものをポンと置けますよね。だからここを置いて、まあ、ちょっとずらしながらでもいいですから、そうやってやっていって、お尻はですね椅子があったら、こう座った時にここにポンと置いてもいいですし、あるいはちょっと引けたら引いてもいいけど、湯たんぽなんかちょっと引けないですよね。だから、ここに入れる、挟む感じですよね。そして二の腕はどうするかっていうと、二の腕は、これが湯たんぽだとしたら、ここに置いて、こうしてちょっとしんどいですけど、こうするとできますよね。そういうような感じで、あのしていただくといいかなと思いますね。だからポイントは4つを当ててみてください。これであのかなり冷えが良くなります。でこれ実際いろんな体験も載ってるんですけど、あの非常にあの湯たんぽ使ってるだけ でここの、ね、病院っていうの、まだらめさんっていう方の病院はがん患者が半分以上来てるんですね。でその方に徹底的にこう温めていってもらうと、やっぱり良くなってる方多いんですよ。で湯たんぽで徹底的に温めて治療してる人と、ほとんどズボラでやってない人の治療経過を見たら、ダントツで湯たんぽを温めながらしてる人の方が、治りが早いんですね。だからそういう意味でもやっぱりしっかり温めるっていうのは大事だと思います。ここら辺をちょっと注意して意識して
やるだけですので、そんなに難しくはないと思うんですね。で、まあ、湯たんぽを使うということでやっていただくといいんですけども、じゃあ湯たんぽは、何がいいかっていう、まあ、これもねいろいろあると思うんですよ。ゴムのとか陶器製とかガラスとか、それぞれやっぱり利点、デメリットがあります。だからもう自分で、いいかなっていうのを使ってほしいんですけど、一番温まるのは、陶器製なんですね。陶器製のが一番熱は伝わりやすいです。でそういう意味で言うと、一つそうですね、デメリットは落としたらパリーンといっちゃうというのがあるんですけど、ただ、そうですね、なりますね。こういう、これは信州焼きっていうところの、湯たんぽ、このちびまる子ちゃんのあれで出てます。こういうのもあります。だこれ陶器製なんで温まりは非常にいいです。そうですね、これをタオルかなんかで巻いてでやってやるっていうことでね。そうです。だから昔の本当にね、物を見直す。そしてなぜ湯たんぽがいいかっていうと、これはね熱量が全然違うんですよ熱量が。でちょっとこれだけ説明させてもらうと分かりやすいと思うんですけれどもですね、湯たんぽの熱量っていうのは非常に実はあります。で どれぐらい違うかっていうのをちょっと見ていただくと分かるんですけど、暖房器具、石油のファンヒーターとかってありますよね。この熱量っていうのは、だいたいですね2500キロカロリーから、3500キロカロリーなんですね。1キロカロリーっていうのは、1キロカロリーってありますよね。これは1度あごめんなさい 1cc の水を1度上げるのに必要な熱量なんですよ、うん、だからそれで言うと石油ファンヒーターは2500から3500キロカロリーあると。でガスストーブで言うとこれはですね大体、最大で6000キロカロリーぐらい、だから石油よりはあるんですけど、で電気毛布、さっきのね電気毛布、湯たんぽの代わりになるという電気毛布は、これはだいたい55ワットぐらいとしてわずかですね13キロカロリーしかないんですね。ほとんど熱量ないんですよ、13キロカロリーで。それに対して湯たんぽはどうかっていうと、湯たんぽは、仮にですよ100度ってちょっと熱いですけど、100度から使ったとしたら熱量どんだけずっと持つか出るかっていうと13万キロなんですよ、キロカロリー。だから、こういったものと比べても実は一番熱量が多いんですね。だから我々を体を温める上では一番いいんですね、熱源、一番いい熱源であるということです。で 60% が大体我々水ですから、その水をですね、ちゃんと外から温めてあげるという意味では湯たんぽは、本当に、ね、すごいなというのを改めて感じます。でそういうのをね使っていただくといいです。でこの信州焼きのねこの湯たんぽも非常にいいと思います。ただやっぱり陶器製というのと毎回毎回ってなるとちょっとね手間がかかっちゃうっていうのがあります。でもその手間をかけてもやる価値はずっとあるんですね。でそれでまあそういうのも使いながら、僕はねちょっと便利なものも併用していっていただくといいかなと思って、今回たまたまちょっとご案内があったんですけども、最近ジェル状で温めて簡単にできるってなりますよね。あれはあれで、まあ、携帯とかにいいんですね。持っていくとか旅行とかにもいいし、家でお手軽に使うのにもいいということで、これはですねジェル状になってるんですけど、これ差し込んでこれカチッとはめます。でランプが今もう消えたからできたんですけども、これで15分だけ温めると自然にランプが消えます。で完了なんですね。もうこれで、まあ、お湯を入れてっていうのもやりながらちょっと面倒くさいなっていう時はこれを使うとかいうことで併用してもらうといいかなと思うんですけど、そして